メンヘラがモテる理由って知ってますか、皆さん。自分が、例えば彼氏がいて、いい関係だったのに、急によくわからないメンヘラのわけわかんないものに、彼氏が寝取られて、奪われたみたいなこととか、よく、時々あるじゃないですか。あれなんでかっていうと、メンヘラってね、私はこんなに弱いの、うわーみたいな、もうあなたがいなかったら死ぬみたいなことを言うわけですよ。で、こうすると男は、助けてあげなくちゃって思っちゃうんですよ。で、これで助けちゃうと好きになっちゃうんです。これがメンヘラがモテる理由なんですよ。実際メンヘラはすごくモテるし、メンヘラの方がそうじゃない人よりも結婚してる率が高いし、子供を産んでる率も高いんですよ。まあ、ちょっとコンドームに穴開けてる可能性もありますけれども、はい。まあ、そういう風なことが分かってるんで、上手に助けてもらうっていうのは好かれるポイントなんで、好きな人にはおごってもらってください。ね。どうでもいいおっさんとは1円単位で割り返しましょう。はい。これが重要なポイントです。みんな逆にするんです。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。